さあ皆さん、滋賀県立行ってみたいと思います。今日の調布の全体像はこちらで、合計9もあるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、この色のついた問題合計7問いきますからね。ということで一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第一段落でございます。一読していただいた後、問いの1番検討をお願いします。さあ皆さん、こちらの下線部1番サウンドですが、皆さん右側スリープ、皆さん名詞ですよね。まあ、左側にアーがついてるというところからもわかるかと思います。ですから今回のサウンドは名詞にかかっておりますので形容詞。で、形容詞のサウンドと言われたら健全な。ですから直訳すると健全な睡眠。で、それで皆さん選択肢眺めていただきますといけそうですね。で、選択肢1番飛ばして2番はラウド、大きい。で、3番はうるさい。で、4番は声。で、一方飛ばした1番のディープは深い。ですから皆さん深い睡眠。皆さん、睡眠が深ければ、それ皆さん、しっかり寝れている。まあ、健全な睡眠と言えますよね。ですが、正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、この段落ちょっと長いので、まずは全体像を把握するために、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、問いの2番でございます。検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の右側がヒントになってますよね。悪夢の中。で、特に皆さん、前置詞、因がついておりますので、範囲。まあ、どちらかというと、広い範囲のことですよね。ですが、皆さんも経験あるかと思いますが、悪夢。まあ、さすがにそれが1秒とか2秒で終わることはないですね。まあ、おそらく何分間か夢が続いているかと思います。で、そうすると空所の左側ですが、何かが起こってるんですよね。ですから、ある一定期間は何かが起こる。まあ、継続して何かが起こるんですね。で、それを示す前置詞。まあ、もちろん空所の左側、語とつながって、語、うにゃうにゃ。皆さん、熟語でありましたね。そうです。正解は3番の音ですよね。語、音で続く。ですから、悪夢の中で何かが起こり続けてるんでしょうね。ですから、空所の右側の内容と、あとは熟語の知識。それで皆さん、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続きまして、問いの3番。検討をお願いします。すみません、空所3番に何を入れるのかなんですが、皆さん右側見ていただきますと、ザ・コンテント。そうです。ザがあるんですから、おそらく左側。まあ、空所3番の左側眺めてみると、あ、なんか言い換えがありそうだな。皆さん、防線部と点々点で示してみました。で、もちろんこちらのコンテントの左側にもザがついておりますので、またさらに手前の文章。皆さん、バッドリームがこちら。で、皆さん、ウェイクアップがこちら。つながりが見て取れますよね。ですから本当はこのあたりの文章中に選択肢。で、この選択肢とつながりのある表現があればいいんですが、ということです。で、皆さん、さらに左側の文章を遡りました。で、皆さん、一応目覚める話はこのあたりに書いてますよね。で、皆さん、改めて熟読してみると、今度は空所の左側、direct。皆さん、それがこちら、directory。言い換えられてるんですよね。で、そうすると皆さん、directory の右側の title to。それにまつわる表現がこの空欄3番。まあ、選択肢あれが見えてるからなんですが、皆さん、つながりが見て取れますよね。そうです。title to ですから、結びついている。結びつき、関係性のことですよね。で、それは皆さん、選択肢眺めていただけますと、そうです。4番、関係性がありましたね。で、もちろん1番は距離。まあ、2番はギャップ。で、3番は問題。やっぱり1、2、3のあたりの言い換え表現が本文、どこにもないですね。ですから言い換えがあるのは4番だけ。ですからこちらの title to の言い換え。正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、段落後半でございます。こちらの問いの4番の検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢眺めると熟語が思い出せそうですよね。そうです。end up ing。結局 ing することになる。で、皆さん残りの give と rise と空所の右側の to。皆さん give rise to ありましたね。うんたらかんたら生み出す。ですからその2つの熟語が分かってるかどうかを試す問題でございました。よって正解は end up giving rise。こちらでよろしいかと思います。で、皆さん続きまして問いの5番の検討をお願いします。すみません、下線部そのものが皆さん代名詞。しかも主語になってますよね。で、皆さん主語が代名詞ということは皆さん直前の主語。
そこを確認すれば、ミサそれは同一人物、下線部と同一物だと判定することができます。で、皆さん直前の主語どこかなと思って皆さん遡っていただきますと、文頭、The Researchers。皆さんこれが一瞬いけるかなと思うんですが、皆さんちょっと落ち着いてくださいね。皆さん文頭に行くまでにもう一つ主語が隠れてますよ。そうです。ヒントは Asked。皆さん Ask を見たら SVOC、第五分形でしたね。で、皆さん目的語と保護のところにちょっと線を引っ張ってみました。で、皆さん目的語と保護の間には主語述語の関係性がありましたね。ですから下線部全員が指すのはこの下線部のところ。で、あと皆さん説明の指示に一語抜き出せと書いておりますので、正解は Subject ということでよろしいかと思います。さあ皆さん次の段落なんですがちょっと長いんですね。ですから前半と後半に分けたいと思います。皆さんまず前半は下線部こちらでございますが、ここ和訳なんですね。ですので、この後一旦文字を大きくいたします。さあ皆さん、段落前半でございます。問いの6番の検討をお願いします。さあ皆さん、前半部分は我々はできるかもしれません。で、put to rest the idea。で、皆さん、考えに皆さん、後ろざっと説繋がっておりますので、おそらくこの後半部分、そこから訳し上げる形になったんではないかなって感じがいたします。で、ざっと説先頭ですが、eating a heavy meal。まあ、直訳すると、重たい食事をとる。まあ、それでもよろしいでしょうし、いけるんだったら、こってりした食事をとる。で、あとはいつですかと言われた皆さん、before bedtime。まあ、寝る前ですよね。で、その寝る前に重たい食事をとることが悪夢を引き起こす。で、その悪夢を引き起こすという考え。で、それをひょっとしたら、put to rest することができるかもしれません。だって皆さん、この put to rest をどうやって訳すのかなんですが、わかんなかった皆さん、直訳で OK ですからね。多少間違っても多分部分点はもらえるかと思います。で、皆さん、直訳すると、まず、レストは休息とか休憩ですよね。ですから、休憩の状態へ置いておく。まあ、休ませるというイメージでしょうね。ですから、おそらくざっと以下の考えを横に置いておく。脇へ置いておく。もしくは、考えを忘れることができるかもしれない。そんな感じで皆さん訳しておけばよろしいかと思います。皆さん段落後半でございます。問いの7番の検討をお願いします。そもそもまずこれ品詞でいけそうですよね。空詞の右側は名詞。で、空詞の左側は副詞。ですから間には形容詞を入れるべきですね。そうすると皆さん選択肢一瞬で1、2、4が×。で、3番であれば過去分詞。5番であれば現在分詞。これ皆さんどちらも形容詞ですよね。だと皆さんどっちにしますかと言われたら空所の右側。themes ということですか、テーマとか主題。で、皆さんテーマとか主題はもちろん報告されるものですよね。ですから受け身の内容は3番。よって正解は reported でよろしいかと思います。